日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんと一緒にお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。えー、今週は重賞一つクイーンステークスだけなんですが、まず先週の。振り返りですね。うん、はい。まあ、アイビスサマーダッシュね。はい。いやー、惜しかったな。惜しかったですね。うん。ライオンボス際どい二着。いやー、でも、ジョーカーちゃんはよく頑張りましたね。 俺ね対抗ジョーカーなちゃんなんだよ知ってますあんまあのジョーカーなちゃんのことはもう任せようと思ってそこまで喋らんなかったんだけど、はいはい、いやだからちょっと馬券の組み方次第ではさ楽勝に当たるわけじゃん、うん、そ,そうなんですよそうなんですよ二刀軸三連服とか三連単フォーメーションにするとかはい 牝馬の中でも5 4キロのこの馬かなっていう思いがまああったのとでまあ実際に伊達ンステークスでライオンボスをかなり苦しめたんでねまあ今回金量差がちま縮まってま数字の上では確かに逆転の絵を描くのはちょっと難しいかなと思ってライオンボスの頭固定にしたんだけど。 なんと100円余ったんでワイド冗談で1213、はい、ビリーバーとライオンボス一、はい、1>, 1点抑えたらそれだけが引っかかるというこのう本当ですね素晴らしいですね素晴らしいのかなんていうかラッキーだったのか <laughs> ラッキーですねどっちかっていうと <laughs> だってこれさ、はい、930円だぜでも結構つきましてだってライオンボストですよまあねはい男性の一番人気ですから つったってさ、五千円で九百三十円じゃ困るよな本当に。<laughs> まあそうですね。うん、まあそうなんですけどね、私なんかねあのジョーカーナちゃん本命で対抗はライオンボスだったんですよ。そこまではもう完璧なんですよ。うん、でも三着目がねまあいないといういつものパターンですね。本当にいつものパターンだね。<laughs> うわそれはないってあのゴールの瞬間叫びましたけど。うん。 もうジョーカナちゃんがもう頭にる時「よし!」みたいな感じだったんですけどね。でですすね <laughs> 確かに <laughs> 馬券下手ですはいまああんまり人のこと言えないんでこれ以上は言いませんが、はいはい、ただまあ54秒5っていう勝ち時計思ったほどじゃなかったなっていう気はしたな。どうですかねこうやっぱりこのジョーカナちゃんの 今後ととということで考えるとやっぱり 1,000m でこそも力発揮するタイプですからそれともね他の馬は結構秋までのねスプリント戦線で結構活躍する馬もいるじゃないですか。まあ本当に今までのアイビスの勝ち馬は2通りあって、はいうん、まさにその 1,000m だけっていう 1,000m だけというかまあ直線競馬だけの馬とまあ秋のスプリンターズステークス沸かせた、うんうんはい まあ、例えばサーディオみたいなのまでね、うんはい、もういましたでまあ実際コーナーのある競馬が全くダメっていうわけではないし、うんはい、本当に速さを生かす競馬をそんなに経験してないので例えば春だっけ「夜の短距離ステークス」かな2着とかありますんでね、はい、本当に気持ちよくビュン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 いかせたら、うん 結構怖いんじゃないかなという思いはあるかなと、はい。結構なんかレースごとのこう伸びしろも結構ね、きてあるのでねうん、うん。この先もちょっと楽しみかなっていうのもありますよ、ね。まあ、時走北九州記念らしいね、はい。はいはい。そうですね。小倉の線に行って、下り坂で三十一秒台のラップにもなりかねないから、コースだから。まあ、ちょっと逆に早すぎて怖いなっていうのはあるけど。はい、はい。まあ、でもね、小倉の線にの多頭数が。 一番面白いって、竹豊竹手も言ってましたからね、乗ってて。あ、そうなの。もう何が来るかわからない。これこそ面白いみたいな。あなたがわからない、<laughs> じゃあ、こっちはどうすりゃいいんだよっていう話ですけど、ねそ。そうですよね。そう、なんかそんなこと言ってましたね、昔ですけど。<ー>はい。そうですか。はい、えー。ということで、私はゼロ円です。そして、はい、武田さんは五千円使って九百三十円です。<laughs> と、えー、ということで武田さんは5000円使って930円私は0円ということでまあでも城華奈ちゃんはね今後にちょっと期待したいなというところですね。そうね、うん、まだ面白いと思います1 0 0 0ル以外でもそうですね。うん、はいさあそれでは今週はクイーンステークス重賞このひと蔵ですね。ねえ変則開催でこのひと蔵、うん、はい例年ね札幌の開幕週なんだけど。 今年は二週目ですね。はい、まあ二週目だから大きく傾向が変わるとは思えないんだけどね。まあそうですね。うん、はい。まあご覧の十四頭になります。で、はい、今年のクイーンステークス、はい、例年と違って、はい、あ,あ例年と大きく違う傾向が三つあると思うのよ。はい、まずね、三歳馬が今年いないんだわ。はい あの調べると実はサ歳バの連帯率が一番高いんですよね結構高いそうなんですよねで例えば、うんえー、2010年アプリコットフィッズ11年アベンチュラ、はい、12年アイム・ユアーズって、はい、3年連続でサ歳馬勝ったこともあるんだよね頻波、うんはい、に関しては特にサ歳馬とコバの力関係がこのレースで結構分かったりするんだけど 3歳のどれぐらいのレベルが通用するのかしないのかっていうね、はいはい、もちろん G1 馬出てこないけど、うん、そこそこの G1 馬出てこないってあまアイロリットなんか使っ,て買ったことってかがいいと思うかですね、はいうん、そういう目安になるんだけど今年3歳馬がいません、はい、でもう一つあもう二つだね二、うん、つ目 G1、はい、級の馬が不在、うん だって例年クイーンステークスって結構な馬使ってるよそうですよねうわ、ん、あの馬札幌かみたいな感じで出てきますもんねそのさっきちょっとポロっと言っちゃった17年のアイロリット、はい、NHK マイルカップ勝ち、はい、18年の勝ち馬ってディアドラなんだよねそうなんですよね前年の秋荷商売はいはいまあちょっとあのー、今年のナスソーステークス、うんはい、残念な結果に終わってしまいましたけどたはい 19年、昨年、はい、これ、勝馬、ミッキー・チャーム、うん、前年の週刊賞2着馬 2>、はい、このレースからって感じでしたもんね、ミッキー・チャームも。g 1連隊馬がいないクイーン・ステークスって、はい、実は過去に1回しかないんだって。うん、だから今年、ちょっと全体的なレベルは、はい、まあちょっとあの低いのかなと。かなというところですかね。うんはい で三つ目、はい、とにかく行きたい馬が多いうんそうですねうち、ん、から行くとなる早ちゃんたがの明日はどっちゃんまいっぱいいますねコントラチェック、はい、コントラチェックさんもそうですしねモルフェオルフェはい。さあどれが行くんでしょう <laughs> はい、そうですね、うん、まあ単純な速さだったらマイルでもね行、うん、けるコントラチェックっていうことになるんだろうけど、はい まあ他のジョッキーだってね、はい、ということででまあコントラチェックのうちになるはやとタガノアスワードい,いますんでね、はい、さあどれが花行くんでしょうっていうまあ結構小回り1008忙しい競馬になりかねない、はい、ちょっとあのそういう意味で。 行き切った馬がペースを落ち着かせられるのかそれとももう、はい、ねえ大喧嘩になっちゃうのかそうですねどっちでしょうっていうちょっと展開がね難しいところはありますが、はい、何せ行けなかったらだめっていう馬も多いんでねこれ最初コントラチェックにしようかなとも思ったのよコントラチェック <laughs> 札幌戦八だったらねっていう感じはあるし小回りで。 っていう感じですけど逃げたら面白いなっていう馬がいっぱいいるんでまあ逆に言うとみんなちょっとそういう脆さのある馬たちだよね。うんはい、ということでまあじゃあ前に行く馬じゃねえなと。はい、で,、まあ、でまあ人気はねフェアリーポルカスカーレットカラーこの56キロの2頭。 先週もねちょっとアイビスの時筋量の話したじゃない、うん、で5 6キロの牝馬はもう全部切りますといはい言いましたねで実際まあ来なかったでしょうんやっぱりまあ当たり前の話牝馬にとっては特に筋量大事だよねという話で,、はい、でクイーンステークスって過去にやっぱり背負ってる馬も結構 走っているのよ、はい、このレース5,000万円賞金超えたら1キロ増なんだけど、うん、でコントラチェックは4,450万でセーフ、はい、フェアリーポルカは5,300万だから5 5キロプラス 1, キロ、うん、1まあスカーレットカラーもう1キロ増と、はい、5 6キロ以上でクイーンステークスを制した馬。うん これ昨年のミッキーチャームしかいないんだな、うん、でもミッキーチャームはいるんだって考えるかもしれないですね <laughs> でも10頭以上いるんだよ、はいうん、で、過去に G1 級がどうたらこうたらっていう話したじゃない、はいはい、このレース、ファインモーションとかねうん、うん、懐かしいですね、うん、ファインモーション <laughs> あとなんだっけな、ティエモーションかおお、懐かしいですね <laughs> その辺がねやっぱも,ものすごい筋量しょってるのよ。うーんもうまさに級ですもんそう 1> そ、ね、g 1級が58、はい、もうその辺だと58キロ59キロしょって勝てないんだやっぱり軽量がね、うん。もちろんここが目標ではないっていうのがまあ当然最大の理由でしょうけどね、はいうん、ここはあくまでもあの、はい、ここからなので。はい でフェアリーポルカに関してはまあ中山牝馬ステークス福島牝馬ステークスと5 2キロ、5 4キロ2キロ増えてまた2キロまあ充実認めても対抗かなとスカーレットカラーって去年の2着馬なんだけど、うんはい、去年まあスローペースになったんだよね、うん、スローで切れ味が生きる結果になったまあ府中牝馬ステークスにしてもまあ割とそうに近いかな、はいうん まあ、こっちは全くコースの大きさが違いますけどね、はい、東京ですから。うん、ということで考えたとき、まあちょっと今回ハイペースが予想されるだけにスカーレットカラーでもねえなと、うん、フェアリーポルカの56キロも、まあちょっと丸にとどめてってなると、はい、まあ浮上してきたのが頭の中でね、はい、ビーチサンバ。はいはい も取取れれそうででない感じですか、ねまあ、もどかしいですよだって一生馬だもんそ,<う>そもそもこの馬ね。なんだけど<う>例えばまあオークスに関してはね、あのー、私と目黒さんみたいな15着と16着なんだけど <laughs> ビーチサンバ、まあ、これ比べてもしょうがないんだけどさこの時ビーチサンバが先着してるんだけど。<laughs> 周華賞ビーチサンバ5着フェアリーポルカ16着、うん、まあその後はねちょっと歩いた道が違うんだけどまあフェアリーポルカ愛知杯4着から始まって G3 参戦じゃない,はい、はい、ビーチサンバは g つうとなんだな、うん、だからまあ相手が強いとことやってるわけよこっちの方が着順は当然悪くても。 で、この馬のベストパフォーマンスはどれかなと考えた時に昨年の秋、はい、秋の指導戦ローズステークス、うんはい、これも結果的にダノンファンタジーがレコード勝ちしたんですけどこれとタイム差なしの2着なんだよね。はい、で G1 は確かにこの馬結果出てないけど。はい G1 の成績全部消しちゃう、はい、そうすると新馬戦1着ね <laughs>、はいはい、1> アルテミスステークス2着 2>、うん、クイーンカップも2着 2>、はい、ローズステークス2着 2>、うん、京都牝馬ステークス5着ですけどまあ上がり最速だしまあ道悪るだししかも休み明けだしということで。うん で阪神ヒンバステークスの4着はこれなんか進路探しながらのちょっと不完全燃焼みたいなところあったんでね、うんはい、この馬の方が一番格上じゃねえかっていう気がしたのね、はい、で筋量が軽いんだったら面白いんじゃないかと、うん、あとまあ黒船3区だし ひょっとしたら洋酒場で変わるかなと、瞬発力のあるタイプではないので、こういうね、あの札幌の方がむしろいいかなということで、今回ビーチサンバにいたしました。はい、ね、B さんですよ。B さんです。まあ夏らしいね。うん、夏らしいでしょ、はい。はい、そうですね。うん、あのカメラのやつが笑ってるのはね。<laughs> あのビーチサンバのことを B さんって言ったのはそいつなんですけど <laughs>、はい、内輪の話です、はいはい、馬券は、はい、充実著,著しい、まあ、フェアリーポルカ、まあ、力を今の力を認めて、はいまあね、っていうのは 1800m3 戦 3, 3勝でここ2回の重賞よりも、うん、あの3歳児春に君子蘭賞を勝った時に阪神で1分46秒8。 これの数字が優秀だなということで評価しています。ここ二層の重症勝ちよりも、はいはい、フェアリーポルカとの二等軸三連複でいこうかなと。はい、先週あまあやってることあったと一緒なんだよな。先週二等軸にしとけ当たってたっていう、うん、今週二等軸っていう,う。本当そうなんですよね。うんなんかこれはこれでまた失敗しそうな感じがしないでもないけど。はい 8番9番2頭から、はいえー、スカーレットカラー去年の3着馬カリビアンゴールドうーん、えー、一応未練があるコントラチックこれはどういう競馬になるか正直わかんない、はい、で大穴だったら福島ヒンバステークスフェアリーポルカと差のない競馬してるリープフラウン・ミルフィー、はいで まああとは枠順ネックだけど姉妹の足がはまる展開になったら「豊かジョッキーのサムシング・ジャスト」がシャドー・ディーバン」までとこの6頭に700円ずつ76424200円であとは単勝ビーチサンバ800円と、はいまあ、ビーチもン、ね、なねかあのよくこう重傷とかにも出てくる馬ですけどその割にはこうつきそうですよね まあもどかしいからなでもこのまあ <laughs> そうなんですよね惜 <laughs> しいみたいな感じ中央場所だったらなんか切れ負けする、うんはい、まあ言ってみればちょっと器用貧乏で武器はないのよ、うんはい、それが小回りに変わったらいい方に出るんじゃないかっていう賭けですねなるほど今回ははい、うんえー、ということで武田さんはビーチサンバ本命だそうです えー、私はですねスカーレットカラーにしまして、まあ、去年の、まあ、2着馬なんですけれども、うん、まあそれ以降もそんなにあの変なレースはしてないんですよねまあ何せ有馬記念とか走ってっからな、うん、はい <laughs> そうなんですよで、まあ、前回のビクトリアマイル15着という成績なんですけど、まあ、この時はまあジョッキーもね、うん、まあ乗り換わりもあったしで今回はあの岩田ジョッキーが復活で まあ要は主戦除棄に戻るというところも大きなプラスじゃないかなということでまあ,あとはその養子版適正だって去年の実績がもうありますから、うん、その辺の不安もないですしまあこのスカーレットカラーに乗ってくれということで頑張って私はその怪我をさ早く治そうと思って頑張ったわけですからまあちゃんとやってくれるんじゃないかなっていうことです <laughs> <laughs> で。で今回はあの前回3連覆にして3投目がいなかったので。 生ままれにしましたっていうとスカーレットカラーが3着にきそうでちょっと怖いんですけど生まれんで、えー、相手はですね、えー、ちょっと待ってくださいね <laughs> あこれですねはい、えー、まず4番のタガノアスワドこれがね前に行く馬ですよねそして、うんえー、7番のコントラチこれも前に行く馬なんですよね、まあ、8番のフェアリーポルカはねもあの武田さんも言うようにまあ 充実しししててきたなって感じはします、えー、そして10番のリープフラウミルヒこれはあの札幌戦8二0 0 2勝なんですよねなのでこの辺で会津和久舎って結構ね札幌で意外と走るんですよ、うん、だって去年のね札幌2歳ステークスも勝ってたりとかするので、うん、まああとちょっと乗ってる丹内ちゃんねどうかなっていうのもあり <laughs> <laughs>、えー、そしてちょっとあの気になったのはサムシングジャスト13番枠なんですがこれもちょっとこの馬もあの。 前争の勝ちっぷりを見ると相当強い勝ち方をしているので、えー、ちょっと気になるなということで入れさせてもらいました。うん、でビーチサンムはね入れなかったんですよ。まあそれが心強いかな。逆にそうですよね。あのビーチサムはこうゲート悪い時あるね。ゲート悪いことがある。ね、だから<う>鼻に行ったり後ろから行ったり先方が定まらないそ。そうなんですよね。だからこういつもなんかあの。 こう納得にクレースがなんかできてない感じがしてでなんかいろいろ読んでみるとそのゲート自体に遅れるんじゃなくてそのその前の係員の声に反応しちゃってそれでガッとなっちゃうみたいな、うん、そうしたらどうやってねこれを防ぐゴとトするのかって考えたらまあうまくやれる時もあるんでしょうけどちょっと信頼とそれで落ちるかなってことでまあゲートは開いてみないとわかんないし <laughs> 本当にこのままこそそうですよね、うん、ゲートはねはい。 えー、ということで、まあ、来たら、武田さんがうまく勝ったなと思っていただければ嬉しいなと思います。えー、武田さん、ビーチサンバ、本命、私はスカーレットカラー本命で、クイーンステークス戦っていきたいと思います。ぜひ参考になさってください。えー、皆さん、どうぞ、馬券当ててください。えー、では、この辺で失礼したいと思います。